スケジュール帳でございます。子供は使うのかな。スケジュール毎日学校って書かなきゃいけなくなっちゃうけども。
習い事とかある人はいいかもしれない。塾とかね。さあ、こんな感じで楽しい1月号でございます。ほら、かわいらしい。これ、ね、幼児学校、この中に入ってるものを全部書いてあった。ね、皆さんもよかったらチェックしてね。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価お願いします。そしてカウノチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。動画を最後まで見てくれた、さよならホームラン。次の動画も見てくれよな、さよならホームラン。別の動画も見てね。